はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード、T260G 編第3回やっていきます。早速ですね、 HQ へ、向かっていきたいと思います。シップをチャーターしたいレオナルド様、これは何で確認してんだ、指紋かなんかか。指紋とかないしね、ロボット正門かなんかかな。言葉でしか喋ってないから。すごい基地だね。トリニティが最高機密にしているだけのことはある。すんなり通してくれるかな。ん、これは一休み、回復はできる、ただ帰れない。扉が1、2、3、ここから行くか。宝箱、こいつ結構強いんだよね。遮断切り使っていこう。まあ遮断切り使っても結局プログラムを回収すれば回復できると思うんで。エネルギー充填完了。宝箱、追加メモリーボード、ついでに上の部屋も宝箱、ベヒーモス。じゃあ右から行こう。でこっちに出てこうか。上か下か。上、宝箱、レーザースコープ、精霊銀の鎧。結構宝箱があるね。火炎放射器、まあ基本いらないけど。これあれじゃん、なんかオメガボディだっけ、取れんの、取れなさそう。あ、なんだ、機能不全、取れない。ちょっと一旦諦めるか。こっち行ってみよう。宝箱だ。また破壊光線銃、さよなら。エクセルガード、対装甲ロケット、おっぽいところに出てきた。機能停止状態です。侵入したウイルスによるシステムの崩壊を防ぐためにシステム自身が部分停止し、ウイルスを食い止めています。これからシステム内部へダイブし、ウイルスを除去し、機能を回復させます。皆さんはここに残ってください。俺にはダイブできないのか。可能さ、僕がその見本だよ。しかし行った先で何かあれば自分の体には帰れなくなる。ここまで来てお前だけ浮かすわけにはいかない。ガキンチョどもの約束もあるからな。どこへでも飛んでやろうじゃないか。作業終了しました。早っ。出発しましょう。行くぜ。なんだ、普通のとこじゃないか。インターフェースは有機体に適合している。この HQ には人間やモンスターもいたようです。え、こっち行ってみよう。そうやって入んの、テレビとか入れんの。入れる。どこに出てきたんだか分かんねえんだけど。あ、モンスターがいっぱいいる。え、これ何、戦ってみるか。あ、いけねえし。え、何これ、いけないんだけど。戦えた。ゲーウイルスだ。これ飛んでるけどびっくり装置は効かんね。メールストロームで行こう。一網打尽にする。本当に一網打尽になった。ウイルス吸収しよう。ゲープログラム、ウイルスを手に入れたって。ちょっと見てみよう。一応射撃マスタリーの代わりにウイルス、謎のウイルスとか効果が分かんねえ、怪しすぎるからちょっとやめとこう。え、これ何、ウイルス倒していけばいいのかな。勝つだけは出てくるけど一発で倒せるからね。1700で倒せるってことはメイクストロム2000超えるから楽勝だな。ウイルス、エネルギー充填完了。あ、虫食いがなくなってる。こっち行こう。こいつも除去する。ウイルス除去していけばいいのか。全部倒す必要はないのかな。
応なんか行き止まりになってるところだけ倒していって、微妙にいけない、こいつを倒すか。進めるところを進んでいこう。この中でメイルストロークとか起こせるんだね。水浸しになる。まあ機械は水に弱そうだし。これは等身大なのかな。小さくなって機械の中に入ったとかじゃなくて、等身大のまま入っていったのか。おお、いけるようになってる。え、いっぱいいる。コンタクト、え、できないでしょうか。とりあえず周りのやつらを倒せということか。ニトレップでいこう。で、成果でしょ。まあこれはちょっと破壊光線のニトレップ、いけ。あれ、ちょっと強い。消えろ。催眠フラッシュ。これ正面に作られたらさ、触れないよね多分。いや触れないわ。もう一体倒そう。最初に来るからな。アシストいろいろアップ。いやめんどくさすぎんな、なんだこいつ。ちょっと待って、コンタクトやってみる。で、二刀レップの成果の破壊光線銃でとりあえず、ダメだ、早い。ウイルスに触っただけだ結局。倒せないっしょ多分。触らないと。寝てしまった。ってかね、 T260G が早いんだよ。今1体しかいないから、ウイルスさえ除去すればなんとかなるかな。うん、早いねやっぱり。無駄に連携つながってるし。あ、これはあれじゃん、横に来たからタッチできそう。あ、できる。一応横のやつ排除しとこう。なんとなく切り返していいや。もう宇月散水。オッケー、よし、オッケーだね。手こずらせやがって。で、え、帰ればいいのかな。ここら辺のやつらもいなくなってる。どっから来たっけそもそも。なんとなく戻っていこう。こっちだっけ。あれ、マジどこだ。なんか変なとこに出てきた。なんだこれ。これ全部灯せばいいのか。なんか普通に楽勝だよね。次なる試練は。なんだこれ、床が光る。意味がわからん。え、何これ。あ、変わった。だから丸ボタンを押すと色が変わる。これはなんだ、全部これこうこうって変わるんだよ。緑青、ここ緑青だね。ってことは多分全部緑にすればいいのか。できた。シャッフルしだしたんだけど。
できた。めちゃくちゃ苦労したんだけど。行こう。あれ、またでかい使いんだけど。システム中枢、ついに秘密が明かされる時が来た。レオナルド、人間に戻ってる。この姿はどうせ偽物、どんな姿だって取れる。システムに対して認識を要請します。適合要素として認識しました。攻撃目標から削除します。認識番号なんちゃらかんちゃら、 ID 確認、よく帰ってきましたなんちゃらかんちゃら。ウイルスを撃退してくれたことも感謝します。破壊されているデータがある。修復しましょう。思い出したか。 SQ 任務 RB3 型破壊を遂行します。すべての機器の優先使用権を要請します。残存機器の確認中。機能停止中に多くの機器が何者かによって撤去されている。オメガタイプのボディ1体が残存しています。さっきあったやつだよね。その他すべての機器の優先使用権を付与します。この HQ の機能回復で RB3 型も活動を再開します。速やかな任務達成を希望します。戻ってきた。出撃します。どっか行っちゃった。RB タイプはリージョン破壊兵器。1、2型は通常の方法で破壊できた。3型は全く異なる構造をしており、その破壊のための私のタイプ T260 が作られた。リージョン破壊兵器。リージョン破壊法による攻撃を受けるとリージョンは破壊し、混沌に飲み込まれ消滅する。3型は進路上のリージョンを無差別に破壊していく。回収しよう。回収できん。どこだ？オメガボディエネルギー注入。完了。この場でボディを変更。弱くなってんだけど。200しかねえじゃん。てか全部外れたのか、装備が。メガビームソードと V システムと、フォートボディ、グラビト、VMAX。多段切りがあるね。多段切り装備時のみ使用可能。結局多段切り装備しなきゃいけないの。枠がちょっと少ないな。まあやってみるか。一応こんな感じに仕上がりました。知力が若干少ないな。あ、っていうか装備させないと。全然装備できねえや。検討マスタリー、多段切り、マックスウェルシステム、自己修復、自動回復いる。いや、いるな。これもいるな。いや、これであれだな。どうしよう。龍神プログラムつけたいんだよね。悩むな。やっぱりあれが少ないのか。知力が少ないんだね。リーサル丈夫さが上がるんだよな。剣はメガビームソードでいいでしょう。攻撃力55、まあ、ちょっと弱いけどしょうがない。とりあえず一旦これでいこう。この HQ の活動再開を探知して進行してくるものと予想されます。ぶっ壊しちまおう。あ、ここをぶっ壊しちまおうって言ってるのか。敵はどんなやつだ。携帯は遭遇するまでわからない。シップとしてのドライブ能力を持っているのは間違いない。こちらも接近のためシップが必要。接近して RB3 型の中枢に侵入して破壊する。では帰りましょう。出発しますか。はい。 T260G オメガボディ用の絵が欲しいんだけど、サムネとして。ではどちらまで。RB3 型へ行くかい。後戻りできません。もういいや、行こう。レオナルドだけどシップをチャーターしたい。結局このシップか。でかい。宇宙戦艦ヤマトみたいだな。誰がこんなもん作ったんだ。 RB3 型自身、蓄積されたデータから最も効果的な形態を選択し、混沌から自らを創造する。それが RB3 型の機能、創造主。てか RB3 型を誰が作ったのって話なんだよね。こんな虫けら以下のシップは逆に無視してくれてる。レーザー砲でけえな、マジで。宇
たれたらひとたまりもないよね。まあ、これでリージョンを破壊できるくらいだからね。そりゃひとたまりもないか。ってか、どこ行くの？素通りしてったんだけど。あれ？来た。進んでいくか。めっちゃ砲撃してんだけど。まあ、とりあえず、こっちへ行こう。なんだ？まあいっか。攻撃のとこに出てきたんだけどさ、これいけんの？いや、いけねえわ。いけないようになってる。またこの攻撃を止めろってことだな。一旦戻ろう。お、これで大丈夫か。でスイッチらしきものを2つ押したら止まったっていう感じかな。こいつ邪魔だな。無理だ。避けきれん。なんかこういう時、グラビトンって何？ディレイか。いや、こういう時やっぱり、あれが欲しいね。メイルストロームが。聖火装備。破壊コース。てか、メイデンマジ弱えんだけど。魔獣はいや、吸わなくて。止まってる。よし、今のうちに行け。次なるエリアへ。で、玉袋みたいなのかな。あれを押していけばいいのかな。なんか上来ちゃったけど。押してみよう。あ、なるほど。あそこが通じましたと。で、あそこ自体は一回下に降りてからだな。これこっち行けんの？あ、行けんじゃん。あ、でも道が繋がってないわ。で、一回降りて登って、で、ここの玉押して、で、ここが通じて、ここを押して、ではそこが開いたというわけか。じゃあ先へ行きましょう。ここはなんかいる。なんだ、めっちゃ襲ってきてんだけど。で、弱くね。キャンキャンって、あ、でもそこそこか。ただ敵じゃないな。回復はしておこう。で、ここ、あ、いって、なんか出てきた。めっちゃ湧いてくんな。いや、複数だとやっぱり、メールストロームが欲しい。成果が若干火力が少ない。げ、470とか。あれ、結構強いな、こいつ。ヘルメス。成果ソード。たまに見る聖火装備。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。なんだこれ、全員倒すのか。とりあえず全員倒してみよう。反応しないし、あそこの矢印みたいなとこ。いや、連携使ってきてるし、ここ100とか。いや、ちょっと待って、ガチでメールストローム欲しいな。そうするとリーサル1個外すか。リーサル1個外して知力が上がるやつにするかどうか。さて、オクトパスコードつけたんでメールストロームが使える。これで全体攻撃を全員でやれば、まあ、サクッといけるっしょ。二刀烈風が強い、やっぱりゲンさんは。これで全員倒したんじゃん。お、いけるようになってる。なんだ、お、ごついのが出てきた。で、何でいくか。 VMAX 使ってみる。 LP1 1バトル1回。え、ね、これ自分に使うの。まあいいや、やってみよう。で、こいつはグランドヒットでいいや。
メイデンマジどうしよう。リーサル装備させるか。もう破壊光線とか弱すぎる。4900グランドヒット1500はスタートだ。あ、 VMAX 自体はやっぱ能力上げるから先に使っておいた方がいいのか。コズミックレイブ、あ、 VMAX でこれが使えるんだ。全体だったらいや単体でいこう。ムツキコムック散水みたいな26000スタン、グランドヒットいいぞ。スタン用意、よしこれでいこう。当面はこの3連携26000。さすがに耐えきれなかったか。吸収しよう。猛虎プログラム、あ、ここで猛虎プログラムが入るのか。竜神プログラムと猛虎プログラムだったら、まあ、単体か全体かって感じだよね。ここは？ここをぶっ壊せば終わりか？いいえ。RB3 型の内部ダイブして破壊する。どこかに隠されているコア。コアを見つけ出して破壊する。それがお前の本当の任務。脱出してください。コアが機能停止した場合の事態は予測不能。少しは学習しろ。セキュリティシステム実行。エミニーコード10体撃破するごとにセキュリティレベルが解除されます。え、10体。セキュリティレベル解除。セントラルへの経路を確保します。どこ？最初かな。違うな。今下があった。そんなことないな。こっちか。また変なとこに出てきたな。これあれか。また10体倒せってやつ。クラーケン出てきてるし。全力で行こう。こいつはマジで。まあ攻撃力が強いかって言われたら多分今の段階だと強くはないんだけど、ちょっとヒットポイントは高めだからね。1万7000はさすがに無理。あ、クラケン、なんか吸収しといてもよかったね。セキュリティレベル解除。セントラルへの経路を確保します。もうめんどくせんだけどこれ。おお、新しいとこに出てきた。またここで10体倒すのか。最終セキュリティレベル解除。セントラルシステムのゲート開放。どこ？ここ？え、どこ？一周してきただけっぽいな。ゲートを探すか。あ、こっちとか。いけね。お、いけた。これより自己再生コードの分解を開始します。ここは最も強固に守られているコード。準備はよろしいですか？ちょっと待って。では行こう。メンツでよかったかな。警告、セントラルシステムにウイルス感知。セキュリティレベル1。まあ、まずは VMAX でいこう。で、まあ一応全力でいきますか。クーンは一応ね回復役。メイレンがちょっとな、役立たないんだよな正直。VMAX って3制限とかあったっけ。一ターン経過すると、一定ターン経過すると切れちゃうとか。カーネイジ、これ強いんだよね。うん、死んだ。回復させるか。一応メイレンといえど、コミックレブ、生命の雨、
この3連携はマジですよ。よし、500回復。ちょっと空も回復させたいよね。これここに戻ってくるとカーネージ使われるんだよね。クーンが死にそう。セキュリティレベルは2。あれ誰があれ持ってんだっけ。回復ができる。マジカルヒール自分で回復しよう。よし、全開にはなったかな。マジカルヒールはパストもかかるはずなんで、緊急時には使いやすいよね。カーネージ、これメイフェイが死ぬんだよな。あー、 LP を直接減らされてんのか。で、クーン自体は LP 少ないからね。生命のアメリコ単品コズミクレイブ、なんだかんだでクーン役立ってんな。回復役で成果使ってくんだ。結構強えんだけど。どうしよう、もう一回生命の雨で立て直すか。いくつ今、3しかないやん。まあいいや、死ぬよりはマシだ。押し切れ、最強の3連携で。いや、まだか。破壊光線とかハッドソング、まあ、ダメージ、ああ V エンドになってしまった。めちゃくちゃ下がってんやん。あ、上がった分が下がったのかな。ここはマジできつい。セキュリティレベル3か。ただ切っていこう。間違えた。で、技ポイント自体は全然ある。ということはグランドヒットでいいや。メイレ弾が、これ4連携。散水が2つ入らないと。ちょっと火力が出ない。カーネージ結構使って、ここに移るともうカーネージ使ってくるからね。バーチャルシフト、これどこ。いや、クーンが死ぬ。え、回復できるやつがいなくねえか。ちょっと待って、あれ持たせてないっけ。あ、スターライトヒール、ちょっと待って、クーン呼び返れ。なんか寝てんのかと思った。死んでる感じがしないよね。ガハ、竜巻、最後によみがえらせて生命の雨を一発撃ってもらおう。結構やばいよね。あ、生命の雨撃てないんじゃないの。死んで撃てる、あ、死んで撃てるんだっけ。なんかそれで死んだやつがいた気がすんな。どっかのメサルティブというやつが。いや、メールストロム、まずい。メールストロムはでもそうか、装備的に全然食らわないんだよね。クーンが知った。でもこれクーンいなかったら勝てないよね。てかセキュリティレベルいくつまであんの。あ、もうちょっといけそうだな。あとは押し切るしかない。兵器、よしよしよし、ナイス。多段切りとムツキ散水。敵のレベルは引き継いでるからね。だから強いんだよ。こっちも強いけど敵も強い。ノーフューチャー、もっとフューチャーなんだ。困んね。クーン入れといてよかったな。メイレンが全く鍛えてなかったからね。エネルギー切れ、任務が終わった。敵を消滅させて彼の存在意義を消滅した。楽しかったよ T260G。 さよなら。眠ってる場合じゃないだろ。もう一つ任務が残っている。シャンとしろ、クズメカが。
ゲン様。みんな帰っちまったぞってさ。HQ でのデータ修復時に任務処理優先ファイルがマスクされ不正な動作を行っていた。ボロへ帰ります。それじゃあな。ゲン様はボロへ帰らないんですか？俺が帰るべき場所は別にある。ガキンチョどもによろしくな。それから帰るんだったら元の格好に戻った方がいい。タイム探検隊総指揮官ローズマリー、ボロへ帰還します。戻してくれ中島社長。ボロはこう見るとやっぱ広いよね。広い気がする。とりあえず金をたんまり持ってきたぜ。もうひもじい思いはさせない。タイム隊長。はい、というわけで T260G が終了して、あと残るはリュートで、そして最後にヒューズをやっていきたいと思いますので、次回リュート編ですね。これはちょっとサクッといければと思ってます。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。